はい。そうですね。はい。はい。異常に前にあるでしょ。もう目の下ですもんね。はい。ね、あ。リーダーに絡むか絡まないかのギリギリの。あ、本当だ。はい。フックが来てるんですけど。はい。やっぱりこの前に食ってくることが多いのに、はい、ここに針がついてない量が多すぎるんですよ。だからなんか針外して前にチラシ針つけるなんてチューンしてる、はい、まあルアーもありますよね。はい。だから誤爆しちゃうんですよ。はい。食ってくるところに針がないので、はい、絡めちゃう。はい。あと出てくれてるのに、はい、この針が、はい、愛が、はい、ポーズの愛が下につくことによって、はい、アクションした時に、はい、グリーンってね、遠心力、はい、はい、針が上に持ち上がっちゃうんですよ。なんかだルアーによってはそれで背中とのカラーの目滅で、まあ、わざとルアーロールさせてんだなんてルアーも結構いっぱいあると思うんですけど、ありますよね、ありますけど、はい、こうなった時に出たら、はい、当然乗んないですよ、ね、針ないですよ、はいはい、よくあのこうボディにローリングマークついてる、俺結構使い込んでるでしょみたいな、はい、自慢げにやってる人いる。あ、俺自慢げに言ってます、はい、掘れるぐらい使ってんだこれみたいな、はい、だけどそうすることによって、はい、針がやっぱりフッキングしたい時にこうやって、あ、はい、針がないんで、はい、でそれやっぱ誤爆しちゃいますよ、はい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 、はい、出てるのがない、はい、この場合愛が真正面、はい、ルペの場合真正面についてるんで、そうですね、まあロールすることはほとんどないです、ね、はいはいはい、はい、ほとんどないんで、はい、このままスンってくる。俺去年かなり投げ倒したつもりだったんですけど、あのウッドなのにえぐれなかったんですよね、ボディが、はい、まあ、魚によってギシャっていったのはあるんですけど、そう、魚でギシャってなったり、はい、ぶら下げてて、はい、針が当たって、まあ、ロールのマークまではいかないと、はい、みたいな、はげたりっていうのがあるんですよ。ローリングしないようなバランス設計です。そう、それにした途端に、はい、それとやっぱりこのフック位置を変えた途端に、はい、めちゃくちゃ乗るルアーになってます。そう、1年間使い倒してもね、全然塗装のハゲとかが来ないんですよね。あ、めっちゃ釣ったこのボラ、このボラでこれフッ、まあ魚がかかってちょっとっていう、うん、あ、目がなくなってすげえ。これどんだけ釣ったんですか。これは赤目5匹釣ってます。赤目5匹ブラッシュボン、今年ブラッシュボンないですよ。今年ブラッシュボンはないんですよ。レッドヘッドがそれに準ずるようなカラーになってくると思うんで、はい、あ、これが今年バージョンのこういう系はレッドヘッド。これ手前げで、これを小倉さんが専用のチグで、うわー 1.6 太いな、手前げでダルマスリー、すごいな、やっぱ 1.6 ミリって太いですね。うわー、あ、しかもこのこれ曲げてるんだ、ちょっと小倉さん大丈夫ですか。体力全然大丈夫ですか。これすっごい硬い、すっごい硬い。でもこれだったら赤目にも、あ、本当だ、スリーブで全部止められてる。これに、これがこのボディの中、はい、これが市販される予定が今のところないテスト、これからテストが今年ミュネーさんによってスタートする長尾オグペンね。オグペン250、おこれ250あるんですか。出た250。もう形はこの感じで決定なんです。なんか、それは、はい、あのこれと同じ素材の切れ作っちゃった。はい、もうちょっと太くてもいい。ああ、そう、従来のオグペンも結構あのバージョン2とかテストされてたじゃないですか、去年。でもやっぱこの普遍的なこのスタイルでとりあえずはテストスタートっていう感じで、皆さんオグペン10月18日今年バージョン出ますよ。皆さんで、ね、ぜひあの気になってる方は LINE スラックのホームページから予約するのが
今のところ確実ですか。そうですね。手に入らないカラーとかってもうやべえ人気出てきちゃってるカラーとかってあるもんなんですか。全部うちのに任しちゃってるんで、はい、もう俺は作業をひたすらする、うん、もうひたすらルアーを一個一個作って、この後まだリグをつけて全部検品してっていう工程が残っているんで、18日間に合いますか小倉さん、これちょっとわかんないちょっとわかんない出ましたラインスラックのピンクってなんか そのピンクすごい綺麗ですね。なんか可愛い。はい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 、腹折れだ。これも実用的なカラーですね。腹折れだし視認性いいし、腹折れ信者どこにでもいる。はいはいはい、います、います、ね、腹折れ大好き。腹折れ出さないのかお前はいはい、腹折れがめっちゃ効く時ってあるじゃないですか。腹折れしか聞かないと思ってるんだよ、もう信者だと、信者だと、そうなっちゃう、うんうん、はいはい。で俺今生ので目で見てるんで分かるんですけど、これだけ艶消し系ですよね。また水にちょっとこれ一番今回の4色の中ではなんか絡まりそうな水に、ああ、ね、グッと塗装的に絡まりそうな、うーん、これはですね、ありがとうございます。来た、じゃじゃん、ついに来た、レッドヘッド来た、レッドヘッド来た、ね、ここがね、イエロー、白い部分がイエローのブラッシュボーンっていう、はい、ブラッシュボーンありましたね、俺も、はい、僕が一番好きだ、はい、これレッドヘッドです。やっとレッドヘッド来たー。ホワイトもね、ちょっとクラシックな感じ、はい、ちょっとクリームっぽい、ちょっとアイボリーまでいかないけど、ね、クリームっぽい、はい、で、ボーンが吹かれて、このレッドもほんと綺麗ですね。はい、レッドヘッドファンがある一定層いますからね。うん、そうですね、赤目、それでそう、赤目とかの口にこうやってぶら下がってるのとかを想像して僕色を決めるわけですよ。あー絶対かっこいいよなみたいな。映えますね。こんなピンクのとか、うん、赤目とかついたら可愛いじゃないですか。すごいっすね、シーバス、うわー絶対つってほしいな、これ、はい、レッドヘッドで、ボーン、まあ、これは定番色ですよ。これどうなんだろう、俺これが一番どうなんですか、どれが一番人気者になるんですかね。じゃじゃん、ブルーシャット、ブルーシャット、これね、去年ね、はい、このボラっていうカラー出したんですよ。このボラ最後にあのボーシとかボラみたいなカラーで、はい、一番人気なかったんですよ。あの最後4色の売れ残るって言ったらあれですけど、最後まで在庫がいた人ですよね。このボラは一番でかいシーバス、このボラ最後のすごかったですよね。他の色にするとなんかサイズ下がっちゃった、はい、でも朝のうちあれですよね、はい、ブラッシュボーンで釣り子さんはい、あ、チジャップはそれで日中になってくる、うん、シューンってなって全然反応しなかったっていう瞬間、うん、ドバドバして、うん、あれ持ってないのみたいな話になって、ね、いやその色を抑えてなかったと思って、それに近いカラーなんです。一番今回の中ではベイトフィッシュライクなカラーというか、ちなみにこれラインスラックルールだと思うんですけど、一回作った色って小倉さん絶対作んないじゃないですか。次やっぱ自分で来年になると、はい、うん、はい、だからなんかこうまた新しい、はい、これはもう今年、うん、今回のカラー、はい、レッドヘッドもう一回とかなかなか起こりづらいんで、あのレッドヘッドファンの人とか絶対今年押さえとかないと、18日に発売開始なんでよろしくお願いします。これで握力が全てなくなった状態でボロボロになって発売開始して、ようやく赤目に今年はね、行けるっていう、体はその時無事なのかって。小倉さんってすごい筋肉なんですよ、この腕とか信じらんない太さなんですけど。これ全員ですよね。いや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 、これ俺だいぶ筋肉すごいと思うんですけど、
この全体重をかけてクイックイックイッと曲げて、ようやく赤目に負けない強靭なワイヤーが船長、はい、今年一押しのかなエロピーク、エロピーク、エロピークじゃないですよね、これはピンクイエローコーチ、ピンクイエローコーチ、はい、あーできた、すごい、これはすごい、うーこの辺で今日は、はい。